こんにちは津山雄介です。こんにちはミヤです。今回はですね、はい、我々が今までいくつかアップしているカバー曲、このカバー曲を僕らが制作する時のね、僕らの考え方とか思いについてちょっと話したいと思うんですけど、はい、とってもこだわりを持ってカバーをやってまして、めっちゃ強いね。もっといっぱいカバーなんかできるんだけどね。そうですね。こうやっぱ自分の人生の中で、うん。 こう本当に感動したものとか、うん、例えば自分の人生でとてもつながりが深いなと思う人が好きな曲だったりなんかこう自分の人生に大きなインパクトを与えてくれている曲を、まあ、厳選してカバーしているのでそんなに曲数も多くないし、うん、やりすぎるぐらい真剣にやりすぎてるところが。 ございます。気合い入れてるからね。カバーってその普通にねカバーをするだけだったら簡単なんですよね。うん、意外と。でも、うん、僕らの場合はカバーをする意義とかどうしてもカバーしたいぞっていうのを考えてるんですよね。そうですね。うん、あとやっぱ自分たちがそれぞれあの作曲をするので、うんうん、こういう曲を作れるってすごいなとかこういう曲作ってみたいなとかこうリスペクトを 感じられる曲を厳選して、かつ、ま二、あ、人の共通点、ね、これ大きいね、がねあるものを、二人で盛り上がったり、そうですね、うん、世代を超えてこの曲はすごいよねって語り合えるものが見つかった時はすごい嬉しいので、うん、そうだね、じゃあこれ絶対やろうみたいな感じでカバーしてます。二、うん、人が感動して素晴らしいねって言ってる曲を全部やってるかって言うと全然その十分の一ぐらいしかやってないんですよ。 本当ですねタイミングっていうのかなそうですね、うん、もうありすぎるぐらいあるんですけど、うん、真剣にやりすぎて、うん、あの遅いですね <laughs> 少ない二人の弱点は、うん、あの真剣すぎるところかもしれないです、うんうん 音楽に対してストイックすぎるところがいやなんかその,その曲をね「この作品素晴らしいね」って2人聴きながら泣くとかいっぱいあるんですよ。でもその中からその例えば僕ら2人がカバーするのになんか意味があるかもってなるとタイミングだとかいろいろあってね。でもどっちかというとみやが突然カバーしたいって言い出してやるっていうことが多いですね。もちろんリスペクトも カバーして自分のフィルターを通って出す時点である意味自分のものにもなっていると思うのでこうそういう意味ではカバーはカバーなんですけど自分たちがこうあのリリースしてる自分たちが生み出した作品とそんなに変わらないっていうかだからやっぱり一度自分のフィルターを通して外に出すまでにちょっとこうろ過しなきゃいけないので。 それで時間がかかったりとかはします、うん、そこ大事だわつまり宮が言ってることを簡単に言うと必然性ですねなんか必然性みたいなのがないとえなんでコバーやるんだろうねってなっちゃうっていうのがあってで今のところあの曲カバーしたいねっていう曲まだ何曲もあるんですけどまだ手掛けてないで今回久しぶりにやりました それをね、そろそろ皆さんに聞いていただけると思うんで、まあ、今回カバーについて話したんですけどさっきからミアが言ってるこだわりってね、もうん、一個大事なところはもともとオリジナルがある以上わざわざカバーする意味ってなんだろうみたいなのがあるんですよ常にそうなんです別にわざわざカバーしなくていそうなんですよそその、そうなんです。うん、やっぱり元の曲が、うん、素晴らしいので、うん、それをわざわざ自分がカバーするっていうのはどうなんだろうと、うん でカバーするのであれば必然性とか、うん、やる意味とか意義とかやる意味とか例えば男性ボーカルの方の楽曲だったらそれ女性の自分が歌うことで別の味が出せるかもしれないとか、うん、いろいろなことを考えてチョイスしま,すあ、ね、まあアレンジはどちらかというと僕はその、ね、原曲をリスペクトしてるとあまりアレンジ変えないアレンジのテイスト変えないんですけど。うん でもカバーってそのアメリカなんかにはカバーの文化がちゃんと根強くあって例えば僕すごい好きな曲でね「Will You Still Love Me Tomorrow」っていう曲があるんですよ。これなんて原曲はすごくこう明るいこう跳ねた感じなんですけどロバータ・フラックっていう人がカバーしてるやつなんかもうバラードなんですよね。 でも僕はそのロバータ・フラックが歌っているバラードバージョンの「Will You Say Love m e t m r o w に衝撃を受けてねなんて素晴らしい曲なんだろうっても本当に何回も聴いていてある時原曲がものすごいなんかすごい明るい曲だって聞いてびっくりしたい。だからなんかカバーするまあその音楽家によってねそのカバーするそのスタイルみたいなあるいはサウンドみたいなのを変える意義をね考えてやる人もいますしまあ有名な。 曲だと「ボディガード」っていう映画にね流れてまあ主題歌になってる曲なんかは晴らしくてデビッド・フォースターがあの作品の形にしたんですけど原曲はもうカントリーなんですよでそれをデビッド・フォースターがあ,の、まあ、ある意味発掘してでそれを新たに「ボディガード」っていう映画の主題歌にしたんですけどやっぱりねそういう意味もあってなんか大,大きい。 なんかトライをしてね全く新しい曲として生まれ変わるようなアレンジを施したりそういう歌い方をするっていうのも本当あるんですよねもしかしたら、うん、全くその原曲とは違うアプローチとか違う視点でね作品にしたりすることもあるかもしれないな、うん、みたいな。 今のところはどちらかというと僕ら二人が例えば僕のピアノだったりとかミヤの声で表現した後は本当に原曲に非常に忠実に、うん、あの再現するっていうのに意味を感じてるかな,なるほど、ね、っていうのはありますね。うん,うん、うん。あとなんか自分がその作る立場として、ねうん、あまりそのコード進行とかそのサウンドが誰かに変えられてしまうと原曲のイメージが壊れてしまうなっていうのがあるから。 逆の立場でそういう風に作ったって思って欲しくないなっていうのは今のところありますけど、分自分たちも作るから、うん、こう同じ立場になってっていうのはすごく確かに、うん、だから作ってくれた人が喜んでくれるようなカバーにできてるかわかんないけど、うんうん、そういうレベルまで上げたものを届けたいとはいつも思っています。そうだね。うん、はい。その衝撃を受けた曲っていうのは。うん 自分の人生にまで影響を与えてくれる力があるので、うんな,んね、なんかいつの間にかその曲の中で自分も生きているっていう気がしています。なん,なんかそこまで気持ちをね込めてカバーをすればね、きっと作った方々があの聴いてくださった時もいいなと思っていただけるんじゃないかなと思ったりしています。まあ、今回新たにカバーした曲は。 えー、意外とそのミアの世代だと昔の曲という感じだと思うんですけど<う>この曲はミアはどういうふうに受け取ってどういうふうにリアルタイムで知ってるわけではなくって、うん、私も子供の頃からなんとなくこの曲を知っっってていいるう感じだったんですね、うん、周りの友達が結婚とかをこうしていくのをなんか、うん。うんうん 見てたり考えたりしてた時に、うん、たまたまこの曲を聴いて、うん、とても衝撃を受けたんですね。うん、なんとなくこうなんとなく聞いていた曲だったけど、うん、この曲を改めて聞いてみると、うん、すごい曲だな。とか。うん、この歌詞って実はこういう意味だったんだ。とか、うん、あの思ったので。うん で津田さんもいや俺はねこの「青春、うん、の影」って曲は中学生の終わりから高校にかけて出会って衝撃だったんですけど中学校とか高校の頃ってこう精神的にすごいこうガラスのような精神状態じゃないですか、うんで。なんか些細なことで心がもう本当にガラスが割れるような気持ちになったりするじゃないですか。うん でなんか悔しかったり寂しかったりして一人でな泣きそうになってる時に、うん、気が付くとこの「青春の影」を聴いてたんですよ。もともと財津さんっていう人の、まあ、作品も大好きで尊敬してたんですけど特にこの「青春の影」は好きで、うん、泣きながら聴いてで何回も聴いてで聴いてるうちに心が収まってっていうのを何度繰り返したかなというね、うん、であまり尊敬していて大好きな曲なんで僕は。 ピアノ曲の、ね、アルバムでもこの曲を取り上げて弾いてるんですけど今回なんかミヤがねそのミヤもミヤもなんかなんかの時ミヤがこの曲を一日中のように聞いてたんですよなんか6時間7時間ぐらいずっとヘビロテでずっとハカシンパニシンしてるんですよね。だから よっぽどなんかこの曲が胸に響いたのかなとまあバラードなんでそのミアがそんなに声を張り上げずにねすごくソフトであの歌詞に込められた思いだけをこう届けるような歌い方をしてカバーしてあるこれもまたその僕たち IOU なりのカバーなんじゃないかなと思ったんですで僕のピアノも 本当に無駄な装飾みたいなのをつけずに淡々とその原曲のイメージを雰囲気をねそのままピアノ1分で弾いたらこうなんじゃないかなっていうふうに工夫してあのピアノアレンジをして演奏しました。いいいていただければなと思います えー、他にもですねこのチャンネル内にあのこれまでのカバーいくつも上がってます、えー、ぜひご覧いただいてなるほど IOU の2人っていうのはこてこだわってカバーやってるんだなっていうのをぜひ感じ取っていただければなと思います今回はカバーについてお話ししましたまた次回は全く違うアプローチでこの番組続くと思います <laughs> ここのの番組どこに行くくかか全く分かんないんです手探りの試行錯誤ですけれど、はい、よろしくお願いします、はい、それじゃあまた